香港の大規模な抗議活動で12日午後、議会にあたる立法会になだれ込もうとした若者たちと警官隊が衝突し、少なくとも22人が怪我をしました。若者たちはバリケードの鉄柵を突破し、その際武装した警察官に石や傘を投げるなどしました。これに対し警察はまず催涙スプレーで参加者たちを排除しようとしました。そして次には催涙ガス、ゴム弾、発煙弾を使い、占拠された中心部の道路の一部から若者らを強制排除しました。しかし若者たちは立ち去るのを拒否し、マスク、ゴーグルをつけ、傘を使って抵抗を続けました。香港警察トップのロ・イソー局長は実力行使を正当化しました。事態はエスカレートしているとし、若者たちの行為を暴動と呼びました。深刻な事態に直面し、暴徒たちが警察に向かって挑んでくるのを止めるために、やむなく実力行使をせざるを得ないのです。市民の皆さんはアドミラルティ地区には行かないでください。また暴徒たちの無責任な行動を非難します。意見を表明するのは構いませんが、私の同僚や無関係な方など他の人を傷つけることはあってはならないのです。混乱の中、参加者が負傷しました。警察は抗議をやめて解散しなければ実力行使に出ると警告しました。しかしある参加者は、警察は警告なく実力行使したと話しました。私が警官隊の前に立っていた時、そこにはバリケードや障害物はありませんでした。そこで一部の参加者が身を守るためにバリケードを移動させたんです。ところが警察は警告せず銃を使い始めました。私は右目をやられて今も出血しています。何が起きたのか、どんな銃が使われたのか分かりません。ゴム弾かもしれません。金属ではないです。今何も見えません。一方、12日夕方、香港政府トップの林鄭月娥行政長官は香港の放送局 TVB とのインタビューで大規模な抗議活動について語りました。私は香港のために個人的に犠牲を払った、香港を売り渡したのではないと感情を抑えきれず涙を流す場面もありました。また大勢の若者が抗議に参加していることを懸念するが、条例改正案は撤回されないと強調しました。